to Crammy with Welcome Man and Josh. はい、始まりました。この番組はオーストラリア在住のギターボーカルジョッシュと日本で活動する音楽プロデューサーのグラミー賞研究家のウェルカムマンでお届けするポッドキャスト番組です。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞するという根拠のない夢を持ったウェルカムマンが楽しく英語や文化を学びながら最新の音楽ニュースを解説していく番組となっております。ハッピーニューイヤージョッシュ。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーエブリバディ。ねえ、はい、さあ、2022年が始まりましたけど、はい、ジョッシュは今年どんな1年にしたいとかありますか？そうですね、うん、今年僕は絶対音楽曲をリリースさせていただきます。うんうんうん、あ、そうやね、それはどうですか、去年、うん、そう、去年はいつもね、なんか、あともうちょっと、うん、あともうちょっと、あともうちょっとって言ってたんですね。うんうんうん、もう、レコーディングめっちゃいい感じでしたのに。うんうんうん、あれは半分、まあ、いろんなことがあって、で、半分が僕が、なんていう、モチベーションがちょっと、うんうん、なかなかなってしまって、で、今年は絶対、よし、もう、リリース、リリース、みんなに、聞かせて、ね、いただきたいと思います。なるほど、いいですね。僕も、去年はジョッシュと一緒で絶対曲作るぞって1年間ずっと思ってて、うん、結局仕事ばっかりやって作れなかったんで。そうそうそう、なんかいつもそんな感じですね。あ、今日は忙しいんで明日する、で明日が来たら、うん、今日も忙しいんで明日する、で明日が来たら、いや最近忙しいんで今日はちょっと休んだ方がいいかなって思って、結局何もしてないんで。わかる、はい、そうで結局ね、もう2022年になってしまって、うん、なるほど。じゃあ今年こそ頑張ります、ね、頑張りましょう。同じ目標ですね、ジョッシュと僕の。 Yes, yes, very goodYes. はい、release some music. そうですね。あとはこの番組続けながら、なかなか難しいレコーディングアカデミーメンバーになりたいなと思っていますので。そうですね、はい、いや、そう、まあ、難しいと思うんですけど、うん、無理とはないね。そうですね、無理はない。うん、頑張ります。頑張りましょう。はい、いや、ほんでね、一個トピックスに行く前にね、Yes. 英語の記事がなかった、日本語の記事やったんで、ちょっと軽く言っておこうと思って、ABEX USA、ABEX USA、うん、ABEX が3年ぐらい前に、はい、LA で、クリエイティブ、要は音楽制作の会社を作ってたのね。あ、はい。Do you know? はいはい、いや、なんか聞いたことある気がしますね。うん、でね、今年のピーチーズ、ジャスティン・ビーバーの、はい、Yes. あれ、ABEX USA ねんって、トラック作ったん。そうですか。あ、いや、だから、ついに日本の企業が、そんなことになってもちょっと嬉しいなと思って。え、ちょっと、スタジオなんか、一軒家を、LA の一軒家をもうそのまま改装して、制作の会社の、言われて、はいはいはい、ハウスに来て、ね、はい、うん、で、その会社の、要は、クリエイターが、ピーチーズを制作したっていうことで。分かりました、はい、うん、まあ作ったのは向こうの現地の、日本人じゃないんですけど、まあそうですね、はい、うん、それでもなんかいいですよね、そういうことが起きてグローバルにこうなっていってることはいいことですよね。そうですね、本当に、うん、いいですね、うん、ABEX USA ね、頑張ってほしいなと思って。うん、はい、もう頑張ってますね。はい、さあ、そんな、年始から嬉しいニュースもあったんですが、今回は、なんか難しい問題やと思います。ちょっとグラミー賞に関係ないかもしれませんが、はい、すごく長いので2回にわたってちょっとやっていきましょうかね。 Let's have a look。 うん、じゃあお願いします。The pandemic robbed music of its rapport. These immersive experiences are restoring it in mind-blowing ways. なるほどね。うん、
もうパンデミックがあってコロナね、うんうん、コロナがやっぱりもう音楽だったらもう聴くことだけじゃなくてライブに行くことも音楽ですね。そうですね、作業と言ったらライブとかフェスとかあれがすっごい大事ですね、うん、その好きなバンドと一緒になんかそこうなんかそんな瞬間ちょっとね同じ瞬間を、うん、なんだろう楽しむってことですね、うんうん、でパンデミックがあって、うん、もうライブはもうできなくて、うん、延長になってキャンセルになってとか、うんうんうん、でパンデミックがあるからそのもう前のようにライブはできないならじゃあ何ができるということはね、はい、These immersive experiences でこの記事言ってるあの、experiences あの、they are ちょっと違うんですけど多分もうこれを見たら多分あの VR、はい、Virtual Reality あーなるほどみたいなもう自分自身はライブに行けないけど VR とかはい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 、はい、で、あの経験できる体験できるみたいな、うん、そう普通になんかライブはできないならもうこんな感じもライブストリーム配信みたいなことですかね。なるほどね。でもそんな感じ。でも、restoring it in mind-blowing ways。mind-blowing って、うすごい、うん、もう考えられないみたいな。ああ、なるほど。Yes. restoring。restoring。restore。restore。前のようにするみたいな。ああ、そういうことか。ということは、やっぱりその VR とかが発展していったとしても、あのリアルなライブの感動ではないよってことですか、はい、うん、VR はまだ何も言ってないけど、うん、僕がこの記事のタイトル、うんうんうん、あの、うん、なんかもう読んで、それをすぐ思った。ああ、なるほど。はい。なんか VR とか配信ストリーミングとか、もうライブはできないなら、じゃあ、ライブの代わりに何があるみたいな。ああ、まあそういう定義を今回このニュースで出してるってことですね。そうですね。ああ、ね、These immersive experience. These ってこの、うんうん、でもうなんていうもうあるもうできてる、うんうん、あのということですね。うん、なるほどね。これからもうこれが欲しいなという記事じゃなくてもうできてる会社とか。あのもう経験もあるんで、これまあ長いってあの稲田さんが言ったんですけど、これは絶対面白い記事だと思います。なるほど、うん、いいですね。いいですね。多分、はい、うん、こんなに稲田さんにすごいなんていうインスピレーションみたいな、おこれいいなってちょっとなんていう稲田さんがそうなんていうだって稲田さんはこういう仕事はもうやってるんですね。そうですね。特に今ストリーミングのスタジオも作ったしね。はい。そう。うん、すごい重要なテーマですね。OK。うん。じゃあ、Let's move on. OK、うん。Sorry, music community. Virtual concerts have proven to be no substitute for the real thing. 最初からバーチャルコンサートじゃないって言ってる。最初から。Sorry, music community. Virtual concerts have been proven to be no substitute for the real thing. そう、バーチャルストリーミングがやっぱり本物ではないって。ああ、もう言い切ってるよ。ライブの感動はそこにはないってことだよね。ない。In lieu of festival and gigs though, pandemic or no pandemic, these creatives are dreaming up fascinating new avenues to experience music together. じゃあ、ストリーミングとかバーチャルコンサートなら、バーチャルのライブがあのちょっと足りないなら、うん、他には何があるって、この記事
なるほどね。これちょっとジョッシュどう思います？これ僕も全くそう思います。ミュージックコミュニティはバーチャルのものではないよって、リアルなものだよって僕も思うけど、もちろん僕もそう思うんですけど、でもグラミーないよりマシ、ないよりマシ、ないよりマシって感じやね。まあ、それももう僕も全く同じ意見やねんけど、全く何もないという、うん、あの状況だったらすごいなんかもう悲しいんですけど、うんうんうん、バーチャルライブ、まあやっぱりそれは同じ感じではない。そういうなんていう、もちろん足りてない、みんながそう分かってるんですけど、うん、それにしても頑張らないといけないですね。うん、そうですね。これでもグラミーという、まあ、一番権威のねある団体が、これをいきなり Sorry Music Community ってこう言っちゃう、バーチャルコンサートでは足りないって、足りないって言っちゃうってことはすごい断言してるよね。グラミーがバーチャルにするのにね。そうすごいね。やっぱり日本じゃ考えられないね、うん、日本人やったらバーチャルじゃないと思いますぐらいの、なんかすごくソフトな言い方するし、ソフトね、うん、これ結構、うん、すごいね、ハードに、いや足りない、バーン足りてないっすいや他には何がある、多分でもね、僕が、まあ、バーチャルコンサート、うん、その VR とか配信ストリームとか、もちろん同じことね、同じ経験ではないんですけど、うん、同じじゃなくても、なんていう、足りてないより違う、うん、と思ったらいいと思いますね。うんうんうん、うん、そうやね。違うものだと思った方がいいよね。違うもの、うん。楽しみ方は違うってことだよね。そう、じゃあ例えば、日本からに、日本にいる好きなバンドが配信ライブにしたら、アデレードにいる僕が、見えるのはすごいですね。うん、うん、そうやね。そうそうそう。で、そういう感じに、僕も、好きなバンド、アーキテクス、イギリスのバンドね、が、1年前、ちょっと多分2020年の終わりに、うん、配信ライブで、Royal Albert Hall、すごい、なんかでかい、ロンドンのライブハウスなんですけど、うん、そう、めっちゃなんていう、すごいにしか言えないですね。そんな配信ライブがなんかクオリティが高すぎて、でもやっぱり配信ライブだったから、普通のライブじゃなくて配信ライブだったからこそ違うもの、フォーマットもちょっと違って、そんなパフォーマンスムービーみたいな、なんていう、もちろんライブ生でちょっと経験したいんですけど、そんな経験もすごい良かったと思って、あ、こんなもできるにゃと初めて僕が思いました。なるほど。それなんかアーカイブ、YouTube にアーカイブとかないの？あ、それはアーカイブじゃなくて、それがなんか特別なサイト、ストリーミングサイトにチケットを買わないと。なるほどね。とチケットを買って、そのチケットからそのサイトでもう1週間ぐらい見える。うん、で、それ終わったらもうない。1週間、うん、1週間ぐらいかな。で、そんな感じにチケットを買って、もうそんな感じにちょっとライブと一緒なんですけど、なるほどね。この記事はその足りてない感じ、その、うん、コミュニティって感じ、その一緒に楽しんでるって感じ、あれが足りてないから、この記事が、じゃあライブの代わりにこれがありますって言ってますね。なるほどね。なるほどね。これは大事な問題ですね。どんどんいいね、今は。はい、すごいですね。もう2年前だったらこんなんは考えなくてもいいんですけど、ね、すぐ変わりましたね。そうですね、本当に。OK、じゃあ行きます。 David Bowie may have always been moving forward,
but he wasn't averse to marking time with an extravagant party. Back in 1997, he celebrated his 50th birthday party at, where else, Madison Square Garden, joined by everyone from Foo Fighters to Billy Corgan to Lou Reed. He's a 50歳になってマディソンスクエアガーデンですごいパーティーになって、ライブもで、はい。Sadly, he never got to celebrate his 65th as he passed away at 69 in 2016. But how would he have rung in the occasion? His stakeholders recently contemplated that very question. So, 75歳になれなかったよね。69歳。でちょっと亡くなりまして、2016年にね、でもそんな大きなパーティーすごいみんなが大好きすごい大有名のデイビッド・ボーイが、75年になったらでそもうそれが今年のねあの2022年にもう、今年もう75歳になるはずだったからもう、そう生きていたらどんなパーティーになる？ああそういうことか。そう。マディソンスクエアガーデンすごい大きなパーティーはできないでしょ。ああそういうことか。そのデイビッド・ボーイの例をあの出してるんだ。そうそうそう。そうで最近その his stakeholders もちろんあのデイビッド・ボーイがその大きななんていう名前がちょっと会社になっちゃってねボーイと思ったら、あの違うなんていうマーチとか曲まあ会社になってるんですね、その会社の人がちょっと次の続きますね。これ。If David were here, he would do something to mark the 75th. Therefore, we should anyway. Executive and entrepreneur Lawrence Perrier tells Grammy.com. Some new way to engage with David, but also to reach the new generation of fans. David がね、もう亡くなって、いないんですけど、行ったらすごいパーティーに絶対しようと言うと思うので、もういないけど、もうそのパーティーにしよう。なんかいないからこそ、ああ、なるほど。そう覚えて、すごいことをしましょうみたいな。あ、ことを言ってるんだ。とことが言ってますね。そう、75年、75歳、デイビッドの75歳の誕生日にちょっとすごいお祝いにしましょうって。で、あの新しいファンもできるはずもあるし。なるほどね。そう。ああ、アントレプレナーってこういうスペルなんやね。アントレプレナー、yeah。よく使うのこれは英語で最近日本人が使い始めたって感じやけど、そうそうそう最近ねめっちゃなんていうそんなビジネスマンだけじゃなくて、アントレプニュアがすごいアイディアを考えてもうお金持ちになるビジネスマンみたいな、なるほどね、ローレンス、あこれは名前ローレンス名前、あ、名前ね。あ、OK。Lawrence Perrier、Lawrence Perrier さん。ああ、が、なるほどね。これ、ジョシュ、これ、1個だけ質問いい？はい。この、ハテナの Where else って、これ、どういう時に使うの、これ。ちょっと、なんていう、冗談？この記事を書いた人からの冗談みたいな。He celebrated his 50th birthday party at Where else? Madison Square Garden. うん。なんか知ってるでしょう
マディソンスクエアガーデンじゃないとなんか他にはないみたいな、マディソンスクエアガーデンにしかなかったやろみたいな、ちょっと、うんうんうん、そう、なるほどね。 He celebrated his 50th birthday party at where else? マディソンスクエアガーデン。 うん、なるほどね。そういう、うん、あ、そういうちょっとこう、なるほどね。そうそう、意味わかりました。はいはい。Given the, oh, ちょっとタイプミスやん。うん。Given the breadth of his discography って言ってるんですけど、breadth じゃなくて breadth、breadth、B-R-E-A-D-T-H。うんうんうん、うん。なんかちょっと広さみたいな。The breadth of his discography もうデビッド・ボウイがリリースした曲とかアルバムがもう大きすぎてみたいな。そんな感じに広い。あ、そういう言い方、そういう意味なんね、これ。そう。へぇ。って言ってるはずなのに、ちょっとタイプミスで、breath って息を吸う。ああ、こっちになってるってことね。そう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 。ああ、なるほど。ああ、なるほど。Given the breath, breath という B-R-E-A-D-T-H という言葉。ちょっと待ってね。B-I? あ、B-R? あ ?R?E? B? A じゃなくて B-R-R R あ、B-R、うん、E-A E-A D D T-H あ、出てきた。へえ、この単語も初めてです。ブレブレブレッブレッブレッ、難しいねこれ。うん、ちょっと難しいね。ねブレッ、 Given the breadth of hisその広さ。でも、こんな感じに、if it's something as broad って、なんていう、ちょっと感じ、うん、なんか広い、広いって感じる、うんうんうん、wide って、うん、his discography is wide っては、あの、ちょっと言わないですね。そう、こんな感じに wide って言わないんですけど、breadth って、すっごい、スペースを、にする。みたいな。It covers a large range. へえ、なるほど。Broad breadth. Okay. ちょっと難しいですね。うん。Given the breadth of his discography ということはね、あの、うん、アルバムとかリリースしたシングルとかが、うん、すごい、あの、もう数十年前から、うん、何十年前からもうすごい。リリースしてるところね。Given the breadth of his discography and how his fan base precipitously expands like the boundaries of the cosmos, precipitously. これ覚えなくてもいいと思います。あ、そう。初めて見たなと思ってこれも。そう、これわからなくてもいいんですよ。この言葉。あんま使わない。多分ネイティブのスピーカーもわからないと思いますね。へあんまり使わないですね。うん。But it's a very precipice. Precipice is like, 例えば道がこんな感じ、こんな感じで急にフォンってちょっと危なくなって、That's a precipice.Precipitous、こんな感じに、うん、もう、うん、precipitously expands。 なんか今でもデビッド・ボウイの新しいファンがわーって急に新しいファンがめちゃめちゃ来る、うん、ということですね、うん、ああそういうことね。へえ、うん、そう、あ、ま、早くとか、うんうん、大きくとかprecipitously, precipitously. いい言葉なんですけど、あんまり使わないので。はい。His fan base precipitously expands like the boundaries of the cosmos. ユニバースのように、宇宙のように、もういつも、もうもっともっともっと広くなってきてるので。Newly minted acolytes may not know where to begin.新しいファンがちょっとなんていう音楽とかコンテンツが
ちょっと多すぎて、うん、どこから始まるかちょっと分からなくなるので、なるほどね、うん、なるほど。ジョシュ、これコスモスってネイティブの人は言うの？例えばそういうユニバースとかもそうやし、スペースも、まあ言いますが、すごいフォーマルっていうか、記事みたいな言葉ですね、うん、あんまり。ああ、なるほど。会話の言葉ではないかな。ああ、なるほどなるほどなるほど。ライティングした時にこういう、ライティングした、そうそうそう、普通にユニバースは使う、ユニバースの方が使うんですけど、コスモスの方がちょっとロマンチックな感じで。なるほど。OK、うん、この写真もかっこいいね。かっこいいですね。え、これほんまにやったってこと？あ、なるほど。まあ、日本にもあるんですね。これなんかポップアップストア、うん、有名なバンドが、マーチとか T シャツとか、うん、たまにはサイニングみたいな、うん、僕も行ったことあるし、日本のポップアップストア、うん、特別にね、for 有名なアーティストね。うん、That's why Perlia spearheaded two pop-ups on Haddon Street in London and Wooster Street in the Legends neighborhood of Soho, Manhattan. Yeah, so in London and in Manhattan, イギリスとアメリカね。Two pop-up store, pop-up store わかりますよね。うん、日本でもよく使うね。pop-up、そんな感じですか？うん、多分同じ意味だと思う。うん。うん。Branded as Bowie 75という店の名前ね。うん。Bowie 75. The spaces, which opened in October 2021 and will run through late January 2022,、去年の10月から今月の終わりまで、are a blend of retail store, fine art gallery,and Sony 360 reality audio space、with Bowie's various personas Ziggy Stardust, the Thin White Duke peering at visitors from all directions、まあ、その店の中に、店のところもあるし、ちょっと美術館の感じのところもあるし、そしてこの Sony 360 reality audio space、これがちょっとVR のようなイヤホン、なんかもう生で経験してるのようにそんな音をしてますね。ボーイがいろんな、なんていう、ペルソナってわかりますか？なんかペルソナっていう言葉よく使うね。一緒の意味なんかな、これは。なるほど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 、これは、ジョッシュどういうふうに使うの？これはネイティブで言うとペルソナ、ペルソナス、なんかプロレスとかみたいなキャラクター、違うキャラクターみたいな、うん、ほう、そうそうそう、この人がこんな、まあ音楽とかもあるしね、アーティストがもう本人とペルソナがいろんなちょっとキャラクターになって、それまあプロレスのように、ああなるほど、うん、だってデイビッド・ボーイね、で、ジギー・スターダスト、うん、でちょっとそんなエラー、そんなアルバムとかもあるし、でもジギー・スターダストはもう終わったんですね、で The Thin White Duke もデイビッド・ボーイ、どっちもデイビッド・ボーイみたいな。日本やったらコンセプトが違うとか言うのかな、キャラクターが違うとか。あ、違うんですか。いやでもペルソナって言われたら、僕がイメージするのはあのマーケティングの手法で、なんか同じ趣味を持つ人とかはどこがターゲットになるんだみたいな、
そんな時にペルソナっていう言葉はよく聞くけど、それがちょっと違いますね、うん、もしかしたら日本の使い方がちょっと変やし、僕の認識が違うかもやけど、でもネイティブの人は要は例えば、デイビッド・ボーイのキャラクターで違うバンドやったり違うアーティストとして活動したりした時にそれをペルソナっていう、うん、デイビッド・ボーイという人は まだまだデイビッド・ボーイ、デイビッド・ボーイ、デイビッド・ボーイではなく、このなんていう、このアルバムのデイビッド・ボーイがジギー・スターダストというキャラクターにしてるので、ジギー・スターダストというペルソナにしてますね。で、なるほどね。このアルバムが終わって、うん、次はね、違うキャラクターになるとか、ペルソナ。I think, like pro wrestler, pro wrestler, よくね、プロレスの、うん、なんて名前とか、そう。タイガーマスクとかそういうこと？タイガーマスクとか、それがペルソナ。そうそうそう。オッケーオッケーオッケー、意味わかった。うんうん、うん、あ、なるほどね。へえ。まあ、つまり、ボーイがね、デイビッド・ボーイがそんな、そんなにはすごい有名でしたよね。うん、はい。For Bowie disciples and neophytes alike, these spaces offer a tangible, tactile alternative to what Perrier calls pointing and clicking at home and having a t-shirt dropped off at your door. で、その、Perrier、Lawrence Perrier さんの、その、うんうん、David Bowie のエステートの人、普通になんか、パソコンで、普通にね、家から、もう Amazon とかオンラインショッピングで、うん、あ、これ欲しい、はい、買った、みたいな。まあ、それでもいいんですけど、うん、もう普通に、このポップアップストアに行って、ちゃんと、なんそれも経験になるということですね。うん、なるほどね。そうそうそう。もうちょっとファンになれる場所、スペースに、そんな感じに、したかった。そんなスペースに、はい、作りたかったって感じですね。うん、なるほど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 。はい。And he's not the only musical titan to receive such a treatment, whether it be a splashy pop-up or something even more enveloping. Bob Marley, the Rolling Stones, the Velvet Underground, and Leonard Cohen have similarly planted a flag in Meat Space. Meat Space?Meat space. Meat space? という言葉にする？そんな言葉ある？ Meat space? Meat space? はい、この記事を書いた人がちょっと面白い言葉使ってます。でもそう、デイビッド・ボーイだけじゃなくて、ボブ・マーリーとか、ローリング・ストーンズなど、うん、がこんなポップアップストアにしてて、ちょっとね、あれがもうちょっと面白いスペースにしてますね。うんうんうん、ちょっと経験になれる場所。うんうんうん、はい。Flag in Meat Space、Meat Space、Meat Space。あ、この言葉好きじゃない。これは言葉では、これ初めて見た。このことあでもあれやね、あ、合うと空間、要はそれを混ぜてるんやね、2つの意味が。うん、確かに。はい、meat space。meat space、meat、肉。肉やね、これ、スペル、これ、肉のスペル？そう、そう、この人がもう何を言ってるか、そう、meat space、合う場所じゃなくて、meat space、meat、肉。そうやね。だから変やなと思って。変。だから、ね、間違えたんじゃなくて。いや、間違えてない。これがね、合ってるんですけど、ミートスペースという言葉がこれ僕初めて見たんですけど、うん、デジタルがデジタルスペース、ミートスペースが本当にいる場所みたいな。デジタルスペース、インターネットじゃなくて本当にいる場所だから、ミートスペース。だからあえて肉っていう言葉にしてるってこと？そうそうそう。で、あ、なるほど、まあ、いや、これ違和感、これあんま好きじゃない。確かにね、なんかちょっとあれやね。どう言ったよ、ミートスペース、ミートスペースで、うん、ミートスペースで青
肉なん？来週時間ある？よかったらミートスペースで会うみたいな。それは変やな。俺でもわかんな、それ。ミートスペースって焼肉の店かなみたいな。ほんまやね。焼肉屋で食べに行こうかみたいな。いやいや。焼肉屋や。わざとやってんねや。これあかんな。Okay. Okay. Okay. But what do these spaces signify in the long run?はい、結局こういうスペースは何の意味、うん、何ができる ?Can only artists of Bowie's caliber pull this off profitably? Bowie とか Rolling Stones みたいなレベルじゃないともうチャンスないの、うん、もうちょっとあんまり有名のないアーティストはもう何ができる、うん、Do immersive spaces play a secondary role in the musical ecosystem? これが面白い。これは僕は思います。Do immersive spaces. Immersive って分かりますか？ちょっと。没入していくこと。そうそうそう。もう、周りにある、もう、センス。そう、見ることだけじゃなくて、聞こえる、感じるね。ああ。本当に、だから、バーチャルリアリティがそんな感じね。もうちょっと、なんか、もう、テレビで見ることか、バーチャルリアリティで見ること、うんうんうん、そっちの方がね。もっとイマーシブ、本当にいるって感じ。Do immersive spaces で、そういう場所が音楽の作業とかにどんな役割に、What kind of role do they have? Do they play a secondary role? そう、どこまで大事なこと。そう、そう。ちょっとこういう場所がないとこういう音楽のエコシステム、この作業の、うん、なんていうコミュニティとか、どうなりますか、And is this future of how bands interact? Is this the future of how bands interact with fans outside of concerts and festivals? はい、ライブとかフェスだけじゃなくて、うん、こういうポップアップストアとかも、アーティストのちょっと、うん、なんていう、これからこんな感じで、うん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 、正直にね、こういうポップアップストアは多分日本には別に最近のことではないですね。日本だったら結構前からやってるんじゃないですか。うん、まあミュージシャンじゃなくてもね、その歴史上の人の記念館みたいなものは昔からあるからね。ねえ、うん、多分アメリカとかイギリスとかオーストラリアからこういうポップアップストア、うん、特にアーティストのポップアップストアは結構珍しいと思います。あ、なるほど。でも最近やっぱり K-POP がよくやってるのね、うん、で僕、うん、ねえ、大阪に初めて行った時、うんうんうん、ちょっと留学生の時、20歳ぐらい、19歳だったから、僕、うん、スキャンダルというバンドが大好きで、スキャンダルのポップアップストアがあって、行ったんですよ。スキャンダルのポップアップストアに行って、これすごい、なんかスキャンダルの有名なギターとか、見て、いろんなマーチとかも見えて、そんな経験があって、これすごいなって。だってそういうアーティスト的なポップアップストア初めて見たんですよ。オーストラリアにはもう聞いたことないし。で、この記事がこういうポップアップストアはすごいですね、これからこれがないとちょっと無理ですかって言ってるんですけど、でもなんか日本はもう結構前からやってるから、うん、やってるね。これがちょっと遅いっていうか、こういうポップアップストアはもう新しいことじゃないよ。でも確かにこれからこのポップアップストアは大事ですか、もうがないと音楽でちょっとお仕事できないみたいな、質問、うん、まあ
面白いですね。稲田さんはどう思いますか、こういうなんかライブ と、フェスとかの代わりに、代わりというか、それがそれだけがちょっとあの足りてないなら、アーティストは次はどうするべきですか。いやでもポップアップストアは日本にはもともとあったけど、うん、日本は特にファンミーティングっていう考え方がすごく強いカルチャーなので、そうですよね、そうだからファンをすごく大事にするサービスを常にこうねビジネスマンは考えてるので、すごいファンクラブとかファンミーティングとか、ファンミーと、そうそう、ビジュアル系とか、そう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 、たらビジュアル系でやっぱりそんな感じちょっと思って、やっぱりそういうのはちょっと、うん、あのオーストラリア、イギリス、アメリカのバンドだったらちょっとまあ難しいですね。もう大人気なポップスとかじゃないと、うんうん、普通のバンドはそんなんはできないですよ。なるほどね。なのでそのこれからはファンの文化がないね、そんなファンの文化がないですね。ああなるほどね。日本はこう熱狂的になったりとか、その人そのアーティストすごくこう好きになるっていう傾向があるから、だから、ね、うん、ファンミーティングとか、まあ、いわゆるここでいうミートスペースですよね。それがミート、うん、M-E-E-T スペース。あれが合う場所、ミートスペース。肉場所ではない。あれが合う場所。うん、で、これデイビッド・ボーイが今亡くなってるからやけど、あの、生きててね、アーティストがまだ。そうですよね。でもそのポップアップストアにそのアーティストが来ない、うん、それでも多分ファンは行く、日本人なら、うん、いやそれは分かりますね、うん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 、だってデイビッド・ボーイがもうその名前がすごいっていうか、デイビッド・ボーイあのもうそのレベルだったらデイビッド・ボーイが本当に来るとね思わないですね、うんうん、もう生きても、うんうんうん、そうやね、ね、あのそんな店に行ったら本物のデイビッド・ボーイが来たら、うん、もうなんていう信じられない、うんうんうん、そうやね、そんなことはない、こんなレベルにね。でもその普通になんか店に来てくれるレベル、うん、みたいな、ああじゃあこのポップアップストアがあって、そしてこのアーティストが来るんですよ、ファンミートとかあって、うん、もうそんなレベルのバンドだったらそんな店がなんていうお金になるのみたいな、なんかだってデイビッド・ボーイ、クイーンとか The Rolling Stones がすっごいレベルね、名前がレッド・ゼプリンみたいな、みんなが知っているネームね、うん、あのそんなレベルじゃないとこんな店ができるとちょっと質問になりますね。日本だったらいけるんですけど、日本だったら全然いける、うん、そう、でもちょっと欧米ではちょっとできないかなって。確かにこれね、うん、決定的な違いはあのあれですね、 K-POP も J-POP も、うん、アーティストに依存させてるビジネスモデルで、そうですね、あの欧米は音楽に依存させてるので、そうですね、ミュージックファーストで、うん、その後にアーティストのブランドが来てて、本当にね、日本は逆なんでね、あの、うん、K-POP もそうだけど、そうそうそう、先にアーティストブランディングがあってミュージッククオリティっていうのはその次やったりするから、そう結局もうどっちもね、どっちが売るって感じですね、うん、だからその音楽が売りたいから音楽の方が大事にして、うん、アーティストより音楽がね、うん、だからもう CD からストリーミングになって、あの Spotify とかがすっごい人気になって、あのみんながダウンロードしていて、うん、CD がすっごい減っていて、うん、問題になりましたね、うんうんうん、でも日本では CD 今でも普通に売ってるんですよ、売ってます、タワーレコードが、ね、タワーレコードはまだありますよ、
ツタヤとかもあるし、DVD とかね、うんうんうん、あのでもそんなねビジネスそんな作業はまだまだあるんで、それは何でしょう。で AKB とか思ったら、その CD を買ったらなんかなんていう握手イベント握手券とかもあるし、うん、そんなチケットになるから、うん、それがなんかアーティストをサポートしてるから、うんうんうん、ねって感じで、だからなんか CD に日本だったらまだまだいける、多分日本だけ今だったら残ってるし、うん、オンリーワンやね本当に、多分日本しかないね、ないねこれは日本しか残ってない、それもやっぱり、ミュージックファーストではなくアーティストブランディングが先に来るから、やっぱり CD がまだ残ってるんやと思いますね。そう思ったら多分日本はこの記事を書いてる人は多分日本の音楽のシーンとか文化は多分何も知ってないと思う、うん、知らないね全然知らないね、うん、でもこの人は言いたいことがね、今まではね、うんうん、まだこの記事はまだ終わってないですけど、今までは何言ってるから、ことがね、日本みたいな音楽文化をどうやって作るのですかみたいな。だって日本だったらまだまだいける、これからまだまだいけそう、うんうん、なんか本人なんかアーティストをサポートしたいから応援したいから、ちゃんとマーチとかチケット、あの CD はファンはまだまだね、うん、買うし、ファンクラブとかもあるし、パンデミックがあってもそんなんは変わらないですね。でも音楽ファーストのアメリカ、オーストラリア、イギリスだったら、そのサポートよりライブに行きたいこと、うん、音楽を聴きたいことがちょっと難しくなって、うん、じゃあこれからどうする、そんな日本のような文化にちょっと変わることはね、うん、できるかみたいなことをね、そんな質問聞いてるんですね。そうですね、うん、確かにそこはもう日本の文化がだいぶ早いですね。早いですね。ビジネスに関しては日本の文化はすごく素晴らしいんですけどね、もう音楽がどうかってなとか難しいけど、うんうん、例えばテイラー・スウィフトのこの間のアルバムとかもやっぱりあの限定版のなんかいっぱい出たり、なんか結構日本が今までやってきたような、うん、パッケージングの仕方にすごく似てたりとか、そうそうそう、はい、あとはその今の BTS のいわゆるファンアーミーって言われる人たちも、うん、結局日本のそのファンクラブの考え方っていうか熱狂的にさせていって、 そうですね、その人らがその熱狂的なアーミーが一番のプロモーターであるっていう仕組みとかは、まあ日本でいう昔の80年代のアイドルぐらいからあった仕組みやから、そうですね、ちょっと SNS の前の、うん、あのファンクラブとかそんな、なんていう、今だったらね、あの考えたらFacebook はそんなに、まあ、人気じゃないけど今はね、でも10年前だったら、うん、Facebook のグループとか、うん、グループにあの入って、そのグループがこれだけに話してるとか、まあ日本でもミクシーとかもあったし、でもね、なんか SNS の前のそのファンクラブが人気になって、これこのアーティストが好きだからファンミートに行ってファンクラブ入って、もうそれで仲間できるし、あのね、あのあれはすごいですね。もちろんファンクラブみたいなあの団体があるんですけどね、でも日本のようなあれがファンクラブみたいなね存在がないと、日本の音楽作業が全然違うこと、そうやね、ね、そうそうそう、うん、あれが全然ね違うねだと思いますね、はい、あの最近堀江にね、女子堀江よく行ってたでしょ、あ近所やん近所やん、堀江にねポップアップストアができてて、よくあったんですね堀江のはね、はい、でそこはね、あの K-POP と J-POP オンリーで、うん、あのランチ食べるのよ。例えばその K-POP のアイドルとかが、動画のコメントだけね
ハローとかって言ってみんな、あの、はい、元気ですかって動画が出てるだけで、はい、お客さんはそのポップアップストアに入って、はい、ランチ食べんのよ。その日、そのイベントの時だけのランチがあって、例えば配信みたいな、いや、もうほんまにあのムービーで、あの、今回の料理、あ、はいはいはい、今回の料理、ディズニーやん。そうそう、ディズニー分かりやすいな。だから BTS で言うと、BTS がみんな、あの、今日はご飯食べに来てくれてありがとう、僕たちがチョイスしたご飯はこんな感じって言って、はい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 、はい、で、あの、ファンはそこで、あの、50人から100人ぐらい入ってるテーブルでそのランチを食べる。いや、それはかわいいな。いや、みんな楽しんでるやん。めっちゃ並んでる。そうそうそう、うん、でもそんなオーストラリアとかアメリカ、うん、イギリス、まあ特にね、うん、オーストラリア考えられない。なんか、まあ、そんなを行くのがみんながちょっと恥ずかしくて全然行かないと思います。めっちゃ並んでる。もうそれ、そのランチが例えばお肉の料理やったら、もうこれほんまにミートスペースやね。本当にミートスペースね。多分いやー、今、いや、わからないな。前だったら、ワンダイレクションとか、うん、あれみたいなすっごい人気なボーイズバンドだったら、多分、いや、そんなお店はできる可能性があるんですけど、うん、そんなレベルじゃないと無理。そういうことやんね。そう、だから問題が、そんな、まだまだそんなレベルじゃないアーティストだったら、もう何ができる、うん、どうやってそんなレベルまでは、うん、自分をサポートね、できるのかみたいな、うん、そうやね。だから、うん、グラミーのオフィシャルのニュースで、オフィシャルのこの記事で、はい、こういう話をしているってことは、やっぱり BTS みたいなアーティストがまだグラミーを取るのは難しいよね、うん、本当にね、うん、だってグラミーがこんな記事があるだけで分かりやすいのが、うん、やっぱりグラミー賞とかレコーディングアカデミーがグローバルな団体になりたいけど、うん、アメリカじゃない、もう似てる、あの、音楽作業の文化、うん、じゃない国だったらもう何も知らないですよ、うん、そんなことはまだね、何も知らないから、日本の文化、うん、やっぱり、あ、日本はまだ CD を売ってるのはなんでって、うん、もう本当に思ったら、本当に感じたら、うん、ね、経験したら分かりやすいと思います、うん、あ、やっぱり文化が全然違う、こんなにもう XYZ の、うん、ね、だから、そう、うん、で、これがもう、こんなんはできる、こんな店は必要ですかって、うん、別に日本だったらもう何十年前からこんなことをやってるので、うん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 、そうやね、うん、まあでもこの記事、そういう意味ではこうカルチャーを考えるいい、なんか、テーマでしたね。そうですね、まあ、もうちょっと残ってますが、この辺は次週にしつつ、いや結構あると思います、この記事には。あ、ほんまやね、これまた次回やりましょうか。あ、いっぱいあるね、いっぱいある。でもやっぱりこんな感じで、今は何をしてますか。多分これを読んで、多分僕たちにはすごい面白いと思います。うーん、その面白いことが、うん、なんていう、これがアメリカだったら最近のエントレプニューとか会社とか、うん、若いなんかスタートアップの会社がね、うん、こんなことをやってるけど、うん、稲田さんと僕がね、これを読んだら、多分、え、めっちゃ前から日本はもうやってるやんって、ちょっと、うん、そうなると思いますね、うん、これを読んだら。うん、それはでもいいことやね。いいこと、うん、いいことです。いいことやね。はい。まあ、それぐらい、こう、カルチャーが違うっていうのも、これで勉強になるので、うん、はい。ちょっと長い記事ですけど、またね、引き続き、次回もやっていきましょう。うん。うん、気になる。長いし、僕たちがめっちゃいろんなことを喋ったんで。いや、でも久しぶりやからな。久しぶりやからな。ほんまに久々やからね。ちょっと久しぶりやったから。はい。
ごめんなさい。はい、いえ、ありがとうございました。また次回楽しみにしててください。はい。はい。さあ、ということで、ほんならまた次回は、1月からはね、ジョッシュ、僕も時間がだいぶできるので、また、every week、very nice, yes. やりたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よいしょ。じゃあ、よいしょ。インフォメーションも最初に話を聞けたので、また、YouTube でアーカイブ上がってますので、ポッドキャストもありますので、皆さんぜひチェックしてください。今年も、引き続き、ジョッシュと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Okay. See you next time. Bye bye. Bye bye.